日本愛知県名古屋市天白区、矢後と日本愛知県名古屋市、昭和区、矢事矢後とは愛知県名古屋市天白区の地名及び昭和区、天白区にまたがり、かつて矢後と山と呼ばれた丘陵地一帯の広域地名である。現行行政地名としては天白区に天白町を大技矢事として存在する。交渉寺五十頭、交渉寺注文。 ヤゴトの地名の由来は、岩が凝る、つまり、地盤が固いことを示したものが変化したものと言われ、ゴツゴツとした岩の多い山であった。17世紀末に、旧飯田海道沿いに開かれたヤゴト山、高渉寺周辺が門前町として形成され、ヤゴト山の代名詞となった。明治の頃からは、名古屋の保養地的地域となり、1907年には、愛知馬車鉄道が敷設され、 同社の江口里三郎によって、ヤゴト遊園地、おでんヤゴト球場、競馬場などの施設が建設された。名古屋財界の社交場である、発祥クラブは1910年に発祥館として、料理旅館の経営を開始する。別荘地や名所として発展し、トヨタ自動車創業家の豊田喜一郎や中日新聞、創業家の大島家などの多くの実業家たちの別宅が多数立ち並び、 路面電車も開通した。この頃から名古屋市内有数の高級住宅街として知られるようになっていく。広域地名としての矢事は、高礁寺に近い矢事交差点周辺のことを指すことが多く、高礁寺裏の広い雑木林は高礁寺公園となり矢事山の面影を残している。一方、戦後には中京大学、南武山大学、名城大学、 名古屋大学などがキャンパスを構える名古屋の代表的な学生街としても発展し、周辺一帯は名古屋市の特別用途地区による文京地区に指定されている。地元のとある大学は名古屋のカルチエラタンと称していた。また、山手通り等の幹線道路沿いは、ブランドショップ中心の多くの専門店、ブティックに加え、ショッピングセンターや家電量販店、ホテルに、病院、 かつては中京テレビ放送が社屋を構えていた商業地区でもあり、通り沿いを中心に多くの高層マンションや商業ビルが林立する。その一方で、完成な住宅街としての一面も持っており、大通りから離れた丘陵地には低層の高級マンションや広大な敷地の邸宅地も垣間見ることができる。さらに、ラーメン店の出店も顕著であり、周辺の入り中、 塩釜口界隈を含めラーメン激戦区にもなっている。愛知軍八戸村を前進とする。江戸期は八戸村として存在した。国立市立、ロマンロード専門店街、八戸駅駅,駅周辺及び、八戸日赤駅駅周辺も参照八戸駅名古屋、市営地下鉄名城線名古屋市営地下鉄鶴舞線。ありがとうございます。